カバパです。ここはですね、おなじみ那須の峠の茶屋の駐車場です。はい、今日はね、関西の山仲間と、那須岳を登ります。はじめまして。はい、どちら様でしたっけ。あの、関西行きましたターチンです。あ、そう、ターチン、有名なターチンがですね今日は、ターノチンがですね、関西からやってきてくれました。今日はよろしくお願いします。お願いします。あとね、あの、先日金剛さんでお世話になったしげちゃんです。あと、関西佐々木まさきさんです。よろしくお願いします。はい、で、カバマじゃあ、今日はこのメンバーで那須岳を登ります。よろしくお願いします。今回の那須は大阪の山友さんと登ります。スタートは峰の茶屋駐車場。まずは避難小屋を目指します。避難小屋からね、朝日岳山頂方面へ向かいます。今日の石座は朝日岳です。その後一旦避難小屋まで戻って、那須の主峰茶臼岳へ登ります。そしてロープウェイで雄大な山麓を眺めながら下山、スタート地点へ戻ります。めっちゃ綺麗ですよ。そう、これね、去年できたやつ。あ、最高です。あ、ちょっと、おしっこだけ行きます。ゆっくりしないで大丈夫です、すぐ終わらせますすぐ終わらせます。あ、うん、はい、じゃあ、登山口に向かいます。グー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 、駐車場。はい、じゃあここがね、登山口です。これが雪埋まるってすごいですね。そう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 、すげえ。入れたこと見られない。入れましょうか。全人風呂。おお、すごいすごい。全人風呂。おお、お賽銭入れてるの初めて見るわ、これ。10円入れるよ。10円かよ、セコイ。10円だよ。500円入れや。どんな、俺も入れるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。全部栃木県のポッポに入ります。それずるくないですか。それ僕が入れたのと変わんないよ。全然出てこへんよ。もう500円入れたらええんちゃう。この辺全部入れたらいいんだよ。札入れたらいい。男前だよ。札入れたらいい。おお、超高額。入れると見せかけて見せかけて116円。はい、入れてペイ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 。髪が生えますように。ママンちゃん、髪が生えますように。いや、関係ないよ。関係ないよ、逃がしてるよ。中野茶屋跡ですね。栃木の山最高。最高。めっちゃかっこいい。はい、おなじみチャウス。峰の茶屋と避難小屋が見えます。これが剣ヶ峰ね。で、これがおなじみ朝日です。はい、峰の茶屋と避難小屋です。おお、いっぱいいるわ。めっちゃかっこいい。久しぶりに来た。
はい、じゃあここからね、あそこの朝日に向かっていきたいと思います。行ってみましょう。はい、じゃあね、那須唯一の泳法、朝日に登ります。おお、もう2人ぐらい登ってるわ。行きましょう。着いた。おお、おい、来た。いいな、いいな。いらん、もう奉納すんな。奉納。はい、朝日をね、降りてきました。こんな感じでね、天気がね、まあ、めちゃくちゃいいんで、すごいね、遠くまで見渡せます。これ GoPro でわかるかな。こっからね、男体山とかね、左側が女峰、あと男体の右の方にね、日光白根がね、まさに名前の通り白く輝いてますね。その右がね、まあ新潟の方の山と、いいで。さっきまであそこいたんだね。いいな、これ分かりやすいんだね、左と右がね。贅沢やな、この山に挟まれて、挟まれて、ダッチューのやな。ダッチューの。はい、じゃあ峰のチェアでね、休憩したんで、チャンス行きましょう。最高最高最高。岡間に来ました。今日はダメだ、疲れちゃって。うわ、お、山頂人いますね、さすがに。じゃあ岡間回って山頂行きましょう。はあ、来た来た。おい、来た。はい、帰るので疲れちゃったんでロープウェイです。はい、番号だけじゃなく名前もついてます。こちらは林道号という名前です。2号の方は葛藤号という名前がついております。
ゴンドラの下のところにひながらで書いてあるんですよ、カットって。まもなくですれ違います。下のところ。帰ってきました。いや。無事ね、怪我もなく帰ってくることができました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。カババでした。